あんまりにもいいお水が多くにあったために、東京からこのいいお水を使うための大きな工場をここに持ってきた。長さ1キロ、大きな1キロ、全国で工場があった。この工場が来たおかげで町は栄えたんですが、1日10万トン以上の活性ソーダの水や石炭の燃え殻、漂白の水、染色の水、みんな流したら、昭和40年には生き物も住めなきゃ草も生えない。ヘドロとゴミと石炭の燃え殻だったの。これを何とか元の川へ戻そうと、昭和50年に私ら7人でこの川を守る会を作って、私がリーダーになって毎日市民を500人から600人ほど集めて、この大きな会社を移転してもらうために10年間反対運動や。10年目にしてやっと工場が動いてくれた。やれやれと思ったらゴミの山、ヘドロ、石炭の燃え殻を置いたまま行っちゃった。